天正10年、織田信長が本能寺の炎に消え、信長の天下統一事業は家臣の秀吉に受け継がれた。秀吉は各地の大名を次々と下した。そして残るは関東の北条家のみとなる。天正18年、天下統一の総仕上げとして秀吉は諸大名に小田原征伐を号令。その前哨戦として北条の市場、忍城の攻略を命じられた石田三成は城の周囲に堤防を築き、水攻めを開始する。忍城を居城とする海姫は城内からその様子を苦い思いで見つめていた。関東の勝利、忍城の戦い。親方様と姫様の力添えがあれば百人力、負ける気がしないわ。城下の様子を見たでしょ。この状況でその自信すごいわね、カイ。水攻めは籠城する者の心を折る策だ。小僧の空元気も無駄にはならねえ。なるほど。上に立つ者がしおれていたら味方の士気も下がるということですか。なるほどって人事みたいに。私も姫様の大切な家族なんですよね。前にそう言いましたよね。ね。家族の絆の前に怖いものなし。絶対負けない。混沌に城下はひどいありさま、ね、堤防を壊せば水を抜けるはずだけど。焦ったところで仕方ねえ。まずは民の安全を確保だ。今安全なのはお城くらいになった。城下のみんなにお城に誘導しましょう。守りきれ。
信じてるから。ぶっ壊してやりましょうぜ。堤防が破られただと、この惨状、馬鹿にならん被害、なぜだ。俺はどこで間違えたというのだ。こんな時こそ被害を見せよう、三成。我らは南一帯の制圧に出る。いいだろう。我らは北に侵入し、敵本陣を牽制します。任せといて。本陣はわしが守る。三成、次期小田原から援軍も来る。皆で力を合わせれば必ず勝てるはずだ。皆前のように戦ってくれている。すまない。せっかく堤防を壊したのにまた押し返されてるじゃない。慌てんな、ドワ王。今踏ん張らねえと勝機を取り返せねえぞ。敵将討ち取ったり。おい小太郎、ニヤニヤ眺めてねえで真田の小僧ぐらい止めてきやがれ。どういても抜け目がないか。破壊し尽くしてやる。
妹の実家まで攻めて、そんなに憎かったわけ？小せえんだよ。無じゃないわよ。覚悟しなさい。ここまでは上出来だがな、俺がいなくなっても行けりゃいいな。やれやれ、ここまでやられちまうとはね。俺殿までやられたら乾杯ってことに。武士も民も一丸となって戦ったものね。まずは祝わねばのう。丹波宴の用意じゃ。裏の者も皆呼ぶのじゃ。ま、宴は御市場の連中だけでやっといてくれ。小田原の連中が待ってる。帰ってやらねえとな。そうですね、御市場の解消も小田原が落ちれば。私も行きます。やめとけ小僧。親父の氏長が出張ってんだ。てめえまで来ることはねえ。親方様も姫様も私の大切な家族です。だから一緒に守りたい。来い。どうしても来るってんなら条件がある。死ぬな。死なずに最後まで見届けろ、この乱世の顛末をな。